両前寺子より望む飯綱山。東からの眺めで、右側の両前寺山が少し前に来るので、それの方が高く見える。飯綱火山の火山対地形図飯綱山は、長野県北部、長野市、上見野地群品の町、飯綱町にまたがる山。標高1917メートル。飯綱山と、その四方、両前寺山、目のう山などからなる、連山全体を、 イーズナ山と呼ぶこともある。都学士山、黒姫山、妙高山、マダラオ山とともに、北進五竹の一つに数えられる。長野市中心部から北北西へ直線距離で1 0トル余りに位置する。妙高火山群に含まれる、清掃火山。現在から約25万年前に噴火を始めた二重式火山で、約5万年前まで活動をしていた。 約15万年前から12万5000年前頃の、紛失物、イーズナウエソンテフラ、イーズナ西山テフラなどが、関東平野北西部の埼玉県、熊谷市港南大一付近や群馬県神羅町、白倉で確認され、かぶら川流域の路頭で観察される。これらの紛失物は、年代決定の指標として利用されている。戸隠山と共に、蕎麦やスキー場でも名高い。 飯綱山の南斜面に飯綱高原スキー場、東斜面に飯綱リゾートスキー場があるほか、目のさ山の西斜面に都学士スキー場がある。古くから山岳信仰の霊山であり、飯綱権限を祭り修験道場が開かれ、足利義満や官僚細川氏、上杉謙信、武田信玄、徳川家康など、武将の損数を得ていた。また人術や、 剣術の修行の地としても知られる。全国に多くの文社を持つ総本山である飯綱神社だが簡素な社があり、頂上に至る登山道脇には一番の不動明王に、始まる13体の石仏が点在する。同じく修験道場として知られる戸隠さんは、さらに西北西へ直線距離で10キロメートル余りの場所にある。飯綱さんの名称は、飯綱に由来し、 新州で局地的に見られる菌類、藻類など微生物の複合体、天狗の麦飯のことを指す。かつては動産中に生息していたが、現在は絶滅したとも言われる。共作の時に、飯綱サブロー天狗がこの飯綱を配り人々を救ったという伝説がある。ありがとうございます。